おはようございます、おやじでございます。今日はこちら、どれだ、久しぶりにねちょっと美味しいパンが食べたくてセブンイレブンのね金の食パンをね買ってきました。本当はねいつも買ってるイオンさんの一本堂のねパン食べたいんですけども、最近はちょっとやっぱりねこういう状態ですのでね、あの買い物行く、まあもちろんあの近場のスーパーなんかはね生活用品とかもありますし行きますけども、イオンとかはね少しちょっとやっぱり距離があるんで、わざわざそこまで行ってね、しかも普通のスーパーと違って人口密度も人も多いってことでね、変に移される可能性があるなら行かない方がいいかなってことで全然行ってないんですけど、でも久しぶりにねちょっとパンを食べたくなったんでね、まあ出勤の食パン買ってきましたんで、これをちょっと焼いて今日はね朝食べたいと思います。はい、でねちょうど今パン焼いてるんでちょっとトークでも、今日は3月の29日日曜日なんですけど、ギオセールがね、ギオセール真っただ中でございます。でまあ昨日はお仕事だったんで、まあ仕事帰りにね近場のちょっとギオさん回ってきて、まあ大したもの購入できなかったんでね、本当は今日ね、3月29日日曜日、まあ行きたかったんですけども、私自身はまあ、仕事だとかでしっかりニュースを見てないんですけど、千葉もね、なるべくまあ自宅待機してくれってことらしいんですね。本当はギオセール行きたいとこなんですけども、どうしようかなとかっていろいろ悩んでて、やっぱりね、行かないことにしましたよ。うん、行きたいのは山々ですけども、それはもちろんね、そういった、まあ、要請といいますか、まあそうしてくださいみたいなことが出てるってところもあるんですけども、行ってなっちゃっても嫌だし、でなったことによって、まあ自分もそうですけど周りに移したり、こういうことももちろん嫌ですよね。最近よくあるのが医療従事者、お医者さんとかね、そういう医療に携わってる人の感染率っていうのが 10% かな、うん、そのぐらいあるってことで、お医者さんも足りてないと、実際はね、だからなるべくね出歩かないでくださいっていうね、そういった国内だけじゃなく海外のね、そういったお医者さんの SNS での発信なんかを見てると、自分は大丈夫だろうと、自分は映んないだろうとか、自分の周りは そんなに起きてないから大丈夫っていうね、そういう思い込みで自分の欲求を満たす、ゲオに行ってお宝を逃したらね、あ、ゲオに行かないでお宝を逃しちゃったら嫌だなとかさ、そういうことを考えて無理やり行って、な、映らなきゃ映らないで、もちろんそれはそれで結果論なんでいいんですけど、なった場合にね結局周りに移したりとか、下手すればお医者さんに移してしまったりとかね、周りにも目をかけてしまうんでね、そういうこと考えたらね、自分の欲求を満たすんじゃなくてね、まあ、耐えるところは耐えると、もっとね我慢してる人もちろんたくさんいますんでね、今日行かなきゃ手に入らないっていうものもないですし、もしそういうのがあったとしてもね、自分のことももちろん周りのこともね考えて、今日はねお家でね、私まあのんびりすることにしましたよ。まあ、天気もね、いや、よくないです。あいにくの雨ですしね、気温もね、4度とかってことで、雪の予報なんかもね、まあ、こちらの方はちょっと降らないと思いますけど、雪の予報なんかも出てるんでね、もう家にいるよと、少なくても国の要請があるね、今日は。でも、明日、明後日はね、ちょっと、家の方の用事でお休み取ってるんでね、そこら辺で、用事の中でね、ゲオ、ちょこちょこ行ければいいかなとは思っております。うん、はい、じゃあちょっとパンができるかな。はい、まんまとこね焦げました。どっちかにしようかな、こっちが行こうか、先にマーガリンだけのやつ、いただきます。うん、うまいな。
オリンピックも延期になりましたしね。人命を守るっていう意味ではね、一番いい判断だと思います。もちろんね、裏に動くお金だったりとか、あとまあ選手なんかもそこにピークを合わせて持ってくるようなこともしてるんでしょうから、そういう部分もありますけど、守るべきは命ですよ。うん、アメージング。でもギオ行きたかったな。キラメイジャーが終わっちゃった、知らないうちに。うん、本当でもうまいよこれ、金のソフト。今日はなんか、今日どうしようかな。この動画撮ろうかな。これ撮ろうかな。一応昨日仕事終わってちょっと出ない可能性ももちろんあるんだね。買い物は済ませてきた。もさ、どこ行った？そっか、これには書いてないの。昨日、一昨日からかな、タレ活動始まったんだよ。タレ活動も美味しいんだよね。それを今日の何にしようとかなと思ったけど、うん、おいしい。でもいろいろ大変だな。これだ、1都4県の知事テレビ会議、これで決まったんだったかな。不要不急の外出自粛やイベントの自粛。うん、私も守ります。まあ確かにでもそうだよな、東京だけではできないよな。オーバーシュート。都内すごいもんね。でも爆発的に患者が増えてるから、昨日なんかもだいぶ人は減ったって言ってたけど、買い物や通院を除き、集会や散歩なども禁止。うん、散歩もダメなんだね。確
確かに必要ないっちゃ必要ないもんな。昨日はなくなってたな。仕事帰りに食品の買い出し行ったら、カップ麺とお米とあと野菜がなかったのは何かな、なんでかな。もやしが全然なかった。でも海外でさ、スーパーのものがなくなるとかってニュースやってるから、より恐怖心を煽るよね。綺麗事言ったってね、親は子供を守らないといけないし、他人はどうなっても、他人はどうなってもって思いはないけど、家族は守るっていう部分が多いのかな。買い過ぎでなければ仕方ないかなとも思う部分もある、正直。先も見えないしね。3日我慢しろとかならさ、最悪そんなに食べなくてもさ、1日1食でもなんとかなるけど、その先が見えないって不安にはなるよね。うん、うまいな。袋どこ行った？パンの袋どこ行った？置いてきてたかな。マーガリンもうまいし、ジャムマーガリンもうまいし、はい、ということでごちそうさまでした。まあ、皆様もね、自分の身を守ることは安全ですけど、周りにも迷惑をかけてしまうんではないかなっていう部分も考えてね、生活してほしいなと、私自身もね、戒めとしてね、話しておりますけど、生活してほしいなと思います。外に出ちゃ、出ないね、要請があれば、なるべくそれに従ってね、まあ、仕事とかね、それこそ生活の買い物とか、病院とかはね、仕方ないと思いますけども、今は我慢の時だと思いますよ、正直。うん、みんなでね、乗り越えて幸せなね、未来をつかみ取りたいと、そういうふうに私は思っておりますよ。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。皆さんも本当に元気でですよ。元気があれば何でもできますから、本当に、うん、過ごしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。今日はセブンイレブンの金の食パンいただきました。とても美味しかったです。それではまた。バイバイ。